お、座れてる。連日で座れるなんて、ラツキーだね。読み終わってない本を持ってるじゃねえか。なんかやだな。モルガナに全部俺知られてる状態か、これ。着くまで読んでない本。ええー、この中読むの？まあ、読めるか。あ、そうだ。昨日片付けて、ゲットした本2つある。四茶道草あんまりいらないよな。四茶道草あんまりいらないから、現代社会思想論考、論争。論、ん？これ読もう。よくわからんけど、これ読もう。は？舐めてんの？じゃあ個人しよう。お前の知識じゃまだ入門ではないって言われた。四茶そんなに広くないでしょ。四茶だけで作ったのか。あ、乗ってなかったんかい。あ、バッティングセンターと銭湯の話だな。いいね。できることが増えた。バッティングセンターなんかあったっけ。技能上がったっけ。器用になるんだっけ。服買いすぎてお金ない。俺もちょっとモデルガン買いすぎて、武器買いすぎて、防具買いすぎて、薬買いすぎてお金ないです。バイト、駅に置いてある情報誌、渋谷の地下に。ああ、はいはいはい、駅のやつか。あ、駅っつってたな。働いたら負けな気がする。あれ？聞いたことあるな、なんか。お、今日は授業すっ飛ばしか。うん、なんかやってるわ。軍資金が欲しいな。急にどうした？いや、同じこと言ってるわ。武器と薬が調達できるようになっても、軍資金がないと何も買えない。軍資金って言い方ちょっと、かっけえな。稼げばいい。簡単に言うなよ。いや、簡単に言うなよ。お前も軍資金が欲しい。簡単に言うなよ。おい。あいつ多分チョーク投げれるな。もう、リュウジ多分チョーク投げると終わったな。あ、ダメだ。悲鳴が聞こえてくる。パレスで手に入れたものを売れば軍資金の足しになる。アルバイトの情報誌。よしよし、今日もちょっとしんどいんで、パレスは行かず。まあ、パレスはね、休日にちゃちゃっと済ましたいから。うわ、人多いな。もうお前ら退学になるんだって。何も知らないくせに。なんか、物悲しそうというか。例の新入生と会ったそう。ああ、赤髪のシャンクス。腕なかったの。新体操のメダリスト候補。礼儀正しくて、ルックスの良さ。うお前、刺すぞ。すごいな、面と向かってよく言えるな。強いな、ある意味。ああ。とか言って、実は何も知らないんじゃないの？彼女今年の10時。あ、同じこと3回目。優しくない？めちゃめちゃ優しい。ダルガラ見しても、いくらダルガラしても許してくれる。最近妙な視線を感じる。廃人になるってあれ。疲れてる。センドル街でビッグバンでも寄るか。すげえ。すげえ。ノールックで打って上がる。あー、怖い怖い。これ周りの、え？ああ、これあれだね。結構中毒者だね、これ。すごいね、これ。あれ、ポケモン GO でしょ？ポケモン捕まえようとしてる。現実世界にいる。いや、怖えな。世界って狭えな。こんな近くに異常者がいたなんて。あ、そうです。すげえ、図書室にいる。すごいね。顔覚えてるの。えぐ。あ、転入生だからって話？いや、分かってなかったんかーい。違うって言えるな。そうだ。え？
やれやれ。嘘でしょ、知識どころか努力、ああそうだね、早く退学しろよ。えげつないの、ぶっ倒してやろうか。貸し出し一冊、本を借りておこう。知識、あーある程度知識もらえるじゃん、これにしよう。どうぞ、うん、よし、自分のペルソナの生い立ちを知るのはね、いいことだよ。で、なんだっけ、あーそうだそうだそうだ、バイト情報だね。バイト情報、バイト情報を見に行くんだよな。どこだっけ、あれどこだ、地下、ん、あー、ん、ん、こっち、こっちかな、あーこっちか、これか。応募条件とかある、魅力や優しさを磨ける金と一緒に、能力や時間帯なども、コンビニ、花屋、俺のベコ、これ何、何が元ネ、何も元ネタないのかな。トリプルセブンってこれあれだよね、セブンイレブンだよ、弱くなってね、うん、トリプルセブンってめちゃめちゃパチカスじゃん、パチカスみたいなコンビニ。応募できんのかい、よし、お、いけんのか、学生さん、お、マジで？今日行けますか？え、カレンダーで確認？あ、あるじゃんけ！行こうぜ、行こうぜ。花屋と、あ、ちょっと、そういうスムージー確認しとこう。日曜日ならか。オッケーオッケー。で、花屋と牛丼屋は確か、行けないはず。だから、セントラル街へ。雨降ってんのか。お。待て。おお、そうか、セントラル街に侵入してきたったな、お前ら。とうとう。あれ？怪しげな男たちがミリタリーショップ。ああ、あれ見えてないんだな、やっぱり。ここか、マジでトリプルセブンじゃん。7のつく日はポイントトリプルでダブルじゃなくて、セブンイレブン、あれか、イレブンポイントでホットスナック。なあ、どうする、ちょっと買い物してみるか。から揚げさん、なんか年いってんな、俺らの知ってるものより。異国の肉まんってなんだよ。異国の肉まん買っとくか。あ、クソ買えるわ。あれ？じゃがりこ。ああ、唐揚げさん。思わずさん付け。これ99個買えっけどな。どうしよう。あった方が楽そうだよな。なんていうかこれ、ん？なんでこれじゃがりこの方が高いん？え？ HP20 なのに？ HP を20回復、HP20 回復、HP を20、な、な、なに？ウォーを、ウォーを追加したことによって安くなってんのこれ。異国の肉まん99買っとくわ。そんな、1101000万、14850。これ在庫あんの？買いますか？爆買い。買えた。どうする？爆買いしました。で、バイトする。魅力について学べる。働きまーす。そうです。当日に来ました。強すぎる。面接なしだったし。はじめまして。あ、そうです。レジ打ちをお願いすることになる。先輩の仕事ぶり。よろしくお願いします。握手するのかと思った。びっくりした。頑張ってくれた日にはその成果をお給料に反映されする。ちょ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 。礼儀がなっている。まるで前科待ちとは思えない。あ、そうなんだ。でも今日で悲鳴上げ、毎月7のつく日はポイント増量フェア。渋谷七海、すごい。渋谷に生まれ持ち、渋谷で死んでいくような名前じゃん。えげつね。
バッチリにしときますか。やる気の塊。猫クソ見てますけど大丈夫。猫明らかに俺らの方見てるけど。バーコードに一応覚えておくかと。え？カウミルク。どれだっけ？どれだっけ？どれだっけ？これ。は？会社ロゴの近くか。なんで、それ、無理じゃね？前世の記憶ないと。前世の記憶があって無理だったし。お疲れ様。おー、話しかけてくんだ。お前の声窓貫通するんか。まあ、猫の鳴き声するか。7の薄毛は、はあ、手際よく仕事をこなせば通常よりも魅力が磨かれる。はあ、なるほど。給料も多くないね。あ、魅力はまだ上がんねえな。人並み。帰るとするか。すごいね。前科持ちでも人並みある。3500円。安っ。ちょっと異国の肉まん買いすぎたな。ほぼケバブ買いすぎたな。雨降ってますよ。俺らの大学の朝結構ひらまってる。そうらしい。カモシを改心させたら絶対みんな驚く。私たちがやったって誰も信じない。信じるようにしようぜ。あ、まあ、それでいいな。それでいいっす。意外にってなんだよ。お？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 お、4回言ったことによって威圧した。そう。今は余計なことを考えるな。鴨志田を改心させることだけに集中しろ。え、ないっすけど。ないっすけど。全然時間。宗次郎と関係を深められるいい機会かもしれない。話を聞こう。いろいろ聞いておきて。まあそうだよね。一週間近くいるのかも。学校はどうだ？ああ、変、喋る猫と二人の異端者を見つけました。問題を起こすようなことしてねえよな。退学仕掛けです。ああ、これどうしよう。してない。嘘の達人です。それならいい。嘘の名人って言われます。保護士ってのはな、月に2回書類を出す義務があんだよ。めんどくせえ。ただでさえめんどくせえんだから。変なことを書かせんなよ。退学します。10日後に。いいか。社会には抗えない秩序や権力ってもんがある。一人で勝手にのたれ死ぬならまだマシだ。だが中には他人を巻き込むバカもいる。すごい、知ったような口だね。世の中にそんなバカが増えねえように、こっちで目をつぶしてやってんだよ。どうした？ああ、もう出るよ。遅くなって悪いな。分かってるって。いつものやつだろ。目が優しい。後でな。俺にもそんなに優しい目をして。見ての通りだよ。仕事にプライベートにお忙しいってやつだ。お前が手伝ってくれると。お、目が優しい。すごく助かるんだけどな。面倒くさい。忙しい。手伝います。嘘の名人って呼ばれます。話しろ。ただでとは言わねえよ。手伝ってくれるなら、そうだな。お、金、金。コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。悪くないだろ。金の作り方とか、ダメか、法に触れるな。面白そうだ。よし、それじゃ取引成立ってやつだな。宗次郎との距離が少し縮まるのを感じる。少し。我は何時、何時はわしま。ちょっとな長いんで。ほうおう、ほうおう。よし。じゃ、手伝うって件よろしくな。ウィス。お。頼んだぜ。いい帽子ですね。お前が思ったより話せるやつで助かったよ。あ、退学になります。世話になっている。恩は返す。かっこいいね君。長文で返します。あ、いやいや、まあいいでしょう、いいでしょう。多分きっと
取引した分は守るか分かったりしたきゃよかったな。もう分かったのはいいけど、戸締まりしたっけ。はい、いい。その門にむやみに触るな。じゃあな。よーし、コーヒー豆全部食べよう。